はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。ドラクエ5ですね、やっていきたいと思います。いや、ここでね、ベホマスライムとスライムキング、キングスライム？どっちだっけ忘れたけど、それを仲間にしたい。あ、これはフェイクだね。仲間呼ばないから。ってことはブレスでやられちゃうスライムなんで、ね。スライム、あ、キングスライムになるスライムは、このブレスぐらいで死ななかったのにね。2種類だよね。スライムはスライムでもね。なかなか出てこないね。やっぱりレベルの到達が足んないのかな。ベホマスライムあたりはね、あ、バブルスライムはいらないわ。ベホマスライムあたりは仲間になりそうなね、レベルに私達してると思うんですけど、ひょっとするとまだレベルが足んないのかもしれないですね。さ、じゃあちょっと諦めて、まあ縁があった仲間になるでしょ。というわけで行っちゃいましょうか。あ、こっちからは入れないんだね。ちょっとブラブラしますか。テルパドールからはもう出れなかったんで、なんかテルパドールの人にアイシスさんでしたっけ？アイリスさん？なんか教えてもらった気もするんですけどね。なんか今ピョーンって言ったけど、ちょっと見てませんでしたね。はい、まあまた気をつけましたね。ケーキちゃんね、やっぱりここら辺はいいですよね。さあさあさあ、じゃあちょっとどこまで行けるか。ああ、もう出れないようになってんだね。ここはちょっと上陸しますか。おお、パオーム切る？あ、2匹眠った。あ、これあれかな？馬車に吹っ飛ばされるのかな？やっぱり。入れ替え、障害。私ね。じゃあもうここまで来たら、イエッタさん、メッキーさんのゴールデントリオで。あ、私。トリオの一人に数えていいのかどうかわかんないですけど、まあ、ゆうてさん、ミッキーさんはね、もうゴールデンコンビだね。ああ、ビアムネさん、レベル18に上がりましたよ。力3ポイント、身の守りが6ポイント。ああ、強くなってんね。1ポイントが8ポイント、マジックパーが3ポイント。魔法カンタ覚えましたね。さあ、どん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 覚えていただきましょう。こっちは何かあるのかな。あ、ケムケム物。あー、敵そんなべらぼうじゃないんで、ここは来たことあるところかもしれないですね。新しい敵ではないんで。あー、ヒャド唱えるのか。私はなるべく前面に出ないといけないんですよね。仲間を増やしていくためにはね。さて、おお、ドラゴンマット、はあ、お会心出ました。はい、ドラゴンマット、なんか変なドラゴンだね。うわ、痛いわ。20くらったね。ここは未開の地なのかな。だったらね、未開の地なのかもしれないね。あ、ゆうたさん、レベル23に上がりました。いや、力1ポイント、1ポイントが8ポイント、マジックパワーが5ポイント。あ、ゆうたさんもちょっと止まってきたかな？何もないかな？あー、もうドラゴンマットっていうのが出てくるなっていうね。これいいよね、凍える吹雪ね。おー、わしづかみ。ひょっとするとバシルーラみたいなことなのかな？バシルーラになるとあれだよね。モンスターじいさんとかまで行かないといけないのかな。これ何？あ、入る前に。おー、このセット。多いね。メッキーさんは必ずと言ってるけど、パオームさんに行くんで、パオームさん優先で行きましょう。ほら、あ、違うわ。痛いんだ。
わしづかみされると痛いんだね。はい、292、あ、でも2匹で292だったらいいか。え、何？あ、いらっしゃい、ここはネットの宿屋だよ。ネット？何ネットって。あ、こっから北に行くとグランバニアの国。しかし高い高い山を越さねばなりません。もし山越えする気ならここで一休みしていくといいでしょう。お、グランバニアって言ってましたよね、確かアイスさんが。あ、よこそ旅の間に。一晩。わあ、安い。入ってきます。これ中入ると何か言われる？あ、ようこそ、一緒か。あー、しまった。二連泊しちゃった。あー、なんて無駄なこと。はい、行ってきますよ。二回目ですよ。あ、行けとし、行けと、行けるものは皆神の子。我が教会にお告げ聞きましょうか。神の子が聞けます。私は5185、ビアンカさんで6139、イエッタさんは12215、ミッキーさんは228、ドラゲッさん9204、プックルさんは1173、ホイミンさんは6827、スラリンさんは4271、他にご用終わりかな？ないですよ。まだ、まだ止まってる方はいないですね。メトロじゃない。ニトロさんだ。地下鉄でどうする？ニトロさんのに泊まる人はまだいないみたいですね。このドラゴンマットで強いな。あ、またビアンカさんになってる、2番目。もう、ちょっとこの死をなんとかしてほしいなぁ。あら、わしづか、あら、20、あ、固定だ、これ。わしづかみはダメージ固定だね。入れ替えしますよ。まだ、ね、ビアンカ姉さん早いんで、これほんとめんどくさいね。やっぱり、安定の、いや、イエッタさん、メッキさんちょっと下げて、今回、プックルさんで行ってみよう。ちょっと日替わりをなるべく、メンバーは日替わりを、日替わりをすること、ここ、心に問い止めながらやっていきましょう。あ、メッキさんレベル19上がりましたね。力1ポイント、みんなもの1ポイント、ヒットポイントか5ポイント、マジックパーが4ポイントですね。で、わー、あんなとこ通らないといけないのかな。ああ、そうだね。長いって言ってたから。これ行っちゃうと、なんもないのかな？なんもなさそうだね。え、呪いのマスク？何？え、1しか当たんない。あ、強いね。硬いね、敵が。あ、経験値多いね。こっから上に行くとなんか嫌な感じがするね。敵が強い。で、行き止まりか。そういうことか。おい、魔法じじい。魔法じじい。ブックルさんと私の物理がほとんどほぼ一緒ですね。うわ、痛い。あー、痛い。メッキーさんがいたらね、魔法陣の杖使ってくれたかもしれないですね。うわぁ、いけるかな？え、呪われた？ちょっと待って、今なんか呪われたって言ったような気がしたんだけど。作戦、あ、作戦じゃなくて入れ替えね。障害で、で私、さあ、どうしようかな。ミッキーさん欲しいね。なんで、ドラ吉さんにしとこっか。あ、動きが呪われたかなんか言ったかな、出たかな。え、ひょっとして何？呪くなるの？呪いと言っても呪くなる程度呪いなのかな。アイポックルさんレベル23になりましたね。力4ポイント、ヒットポイントが12ポイント。ああ、力強くなりましたね。さあ、ちょっとこれで行きましょうか。さあ、もう入ってもいいかな。それほど消耗してないしね。ここだ、うわ、何？もう入ってくれると思ったんだけど。人がいる。あ、この山を越えるとグランバニアの国じゃ。しかし道は険しいぞ。ただ登りたいだけならやめた方がええぞと。いや、リリミットあるんで大丈夫でしょう。馬車も入れてますしね。おう、なんだこれ。ダックカイト。
ああ、ダックでカイトなのね。アヒルのタコ。そう、昔ゲイラカイトってありましたね。昔に行ったかもしれないですけど、あれ発音はゲイラカイトなのかゲイラカイトなのかね、イカイカがちょっと忘れてしまったんですけどね。子供心にゲイラカイトって言ってたような気がするんですけど、ゲイラってそんなとか言うかなとちょっと今ふと思っちゃったんでね、行ってみましたけど。さあ、うわぁ、痛い。ちょっと待てよ、これはベギラマがもっぱ作るたら、あ、やばくない、よかった。こっちから行こう。魔封じの杖、お、来たー。聞かなかったし、聞いたやつがやっつけたし。ちょっと待って。ドラキスさんがまずい。ドラキスさんがまずい。入れ替え。入れ替えはね、ドラキチさんと、ミッキーさんがベホイミとなってくれると思うんで、あ、ここはもうイエタさん出すか。あ、これで魔法は大丈夫だね。いやいや、強かったね。ひょっとしてメッキーさんの方が防御、でも守備はイエッタさん。あ、ホイミンさんもいつの間にあんな強くなってんだ。ホイミンさんガードがめっちゃ強くなってんね。まあ、イエタさんとメッキーさん変える必要ないかな。攻撃力メッキーさんの方が断然あるね。いや、ほんとこのイエタさん、メッキーさん強いわ。ここまで来るとちょっと効きが弱いんだね。もうちょっとなんだろう。もうここなると入れ替えた方がいいのかな。バーシャルト楽だね。イエッタさんを、プッコルさんで行きましょうか。ちょっと待ってね。位置的に言うと、なんもないか。こっちの方が行き止まるかなと思って、宝箱でもと思ったんですけど、背中通れるとかね。ないか。こっちも通れるとかない？あ、上出来です。めっちゃ上出来だわ。ここも漆石は通れないんだろうね。お、ブックルさんがおたけびだね。だけどまあ敵の物理もでかいんだよね、魔法使わなくてもね。あ、メッキーさんが55になりましたか。もうちょっと下がったら私ベホマ持ってたよね。お尻の二人がね、ちょっと削られてきてるんで、あ、スラリンさんレベル27になりましたよ。力2ポイント、身の守りが2ポイント、一晩で6ポイント、マジックパーが1ポイントね。おー、あ、いけませんね。どっちかにベホマ入れておくか。私ベホマね。ちょっと待って、どっちの方がヒットポイントでかかったんだろう。あ、プックルさんの方がヒットポイントでかいんだね。呪文ね。で、私が、ベホマをプックルさんに。ベホマ見てもよかったかな。わー、どっちから行くんだろう、みんな。ダックカイトから行こっか。あ、ダックカイトから行こう。魔法唱えるやつから。あ、もう封じたから行っか。あと一撃か。うわ、ドラゴンマット強いわ。あ、メッキーベホーマ持ってんだ。あ、ベホーミだと思ってた。
ミッキーさん、自分は回復させないんだね。かっこいいなぁ。一応私がベホマをかけましょう。はい。魔法ジジイはミッキーさんがやってくれると信じましょう。あ、やるね、本当に。私27割りましたね。もうスラリーに抜かれちゃいました。力4ポイント、身の守りが1ポイント、1ポイントが8ポイント、マジックバが6ポイント。で、私一応ザオラル持ってるんですよね。ザオラル持ってんで、今後は、まあまあそれなりにいけそうですね。というわけで、時間よくなりましたね。この辺で終わっておきたいと思います。ドラゴンクエスト5終わっておきます。どうもありがとうございました。